はい、皆さんこんにちは、ルームです。さて今回は、これからですねちょっと買い物に行こうかなと思います。行き先はコストコです。今回でコストコでちょっと買い物をしてみて、この N ワゴンの収納力をですね、また改めて確認してみたいなと思いますので、ぜひですね、チェックしてみてください。個人的にちょっと気になるのは、あのコストコの、トイレットペーパー、あれですね、普段私買わないんですけれども、ちょっとそれ買ってみて、あのトイレットペーパーがリアシートを倒さなくてもですね入るのかどうかちょっと気になるのでね、それをぜひですね試してみたいと思います。はい、ということでコストコに到着です。はい、ということで、買ってきました。これからですね早速、N ワゴンのラゲッジに入れていきたいと思います。さあではまずですね、ラゲッジのスペースを確保するために、後席を一番前の前にしていきたいと思います。この水、トイレットペーパー入れていきたいと思います。今ですねちょっと下に入れますけれども、ちょっと入らないですね。500ミリのペットボトルの、ものを入れようとするとこんな感じで、ちょっとやっぱ高さが足りないです。なのでこの下には500のペットボトルは入らず、おそらく350は入るでしょう。まあね、無理やり入れてしまえば、こんな感じで押し込んでしまえばね入って、このラケッチのボード、まあ、こうやってしまえば、まあ、入りますね。けれども、まあ、ちゃんとは入らないっていう感じですね。うん、なるほど。はい、次は、トイレットペーパー入れたいと思います。先ほどの水が入らなかったので、それよりもさらに高さのあるトイレットペーパーはもちろん入らないですね。ただ無理やり入れてしまえば、うん、無理やり入れてしまえば入ります。まあ、こう入れるんだったら、硬さのあるこちら、お水を下に入れてしまえば、ちょっと重いもんを上に乗せても、まあ、潰れることはないのかなと思いますね。でもこのトイレットペーパーちょっと下にね入ってほしかったな。これが綺麗に決まればね、ちょっとさらなる魅力があったんですけれども、残念。あとね、こうやって残りの小物類は、これはもうよっ、しっかりこんな感じで入ります。こんな感じですね。そしてバナナも味噌汁も入っちゃう。はい、こんな感じで入ります。お水をね上に乗せましたけども、結構ねこの500ミリ40本の水は重いので、できれば下に乗せたいかなっていうところですね。あとはもうよっ、その上にトイレットペーパーを乗せて、
あとはあのお肉とかですね。ほい、はい、収まりました。うん、なかなかいいんじゃないでしょうか。じゃあ今度はちょっと水を下に乗せてやってみましょうかね。はい、じゃあまず水をですね、下の段に入れました。本来ならばね、ここ開いてはいけないんですけれども、こういう形になっております。そしてで上に、じゃあこちら、はい、トイレットペーパー、トイレットペーパーはこのように、鉱石を最善にすればちょうど綺麗にはまりますね。綺麗にはまる、ジャストサイズですね。なるほど。で、あとは他の小物類を入れていきます。下の方にはスペースがあるので、このような、タオルしっかり入ります。そして味噌汁バナナ、まあ可能ですね。さあではね、次は、このデッキボードを立てた状態でちょっとね収納してみたいと思います。ではね、まず、トイレットペーパーからね、入れていきます。ほい、ということでね、このペットボトルの上に乗せてみました。いいですね。そしてじゃあ次はこれいきましょう。保冷バッグ、保冷バッグいきましょう。おお、いいですね。しっかり入ります。まあバナナはどこでもいいのでね。じゃあ次こちらマイクロファイバー、洗車タオルですね。こちら乗せましょう。はい、いいですね。そしてまあ味噌汁もこの辺に乗せて、じゃあ最後にスコップ乗せます。あ、こうは入らないかな。ちょっと横にしましょう。じゃあこれこんな感じですね。うん、いいですね。実際に、いろいろコストコ商品を N ワゴンのねラゲッジに入れてみましたけれども、こうやって入れてみるとやっぱりこの下のスペースの使い勝手の良さっていうのを感じます。ただ一つ残念なのはここ、もう一つ、もう何段階かこのボードの高さが調整できるとさらに使い勝手が良くなるのではないかと思いました。できればね、このコストコのトイレットペーパーをきれいにこう下のねスペースに入れたかったんですけども、残念ながら、入れられないことはないけれども、こんな感じでねボードが浮いてしまうので、ちょっとそれは一つね残念だったなと思いましたね。まあ、おそらく、一般的な、軽自動車のラゲッジを考えると、この下のスペースがない車はラゲッジの後ろがねパンパンになったり、あとは車によってはこの鉱石を倒して、収納する形になるかと思うんですけども、まあ、ラゲッジのね容量を考えるとやっぱかなり収納力は高い車ですよね。まあ、例えばね、バーベキューとか、行くこともおそらくできると思うし、キャンプなんかにも、結構ね活躍するとは思います。なので
これぜひですね、この標準カスタムだけじゃなくて、ぜひ N ワゴンにこのクロスターのシリーズをラインナップしてほしいなと思いました。この N ワゴンのこのラゲッジスペースはアウトドアユーザーの方々にとってはかなり使い勝手が良いので、結構ね受けがいいと思いますね。はい、ということで、今回はですね、実際にコストコに来て、N ワゴンのラゲッジにいろいろと買った商品をですね載せて収納力をですね確認しましたけれども、いかがでしたでしょうか。これからですね N ワゴン、おそらく来年2020年からまた生産開始となって、来年以降ですねバンバンね、納車が始まると思いますので、ぜひですねこのラゲッジスペースをですね有効活用していただいて、いろいろお出かけしていただければと思います。はい、ということで今回は、N ワゴンの収納力を確認させていただきました。それではチャンネル登録お待ちしております。